全賀山東北寺は、東京都渋谷区広尾二丁目にある、臨済宗明神事派の寺院。日向佐渡原藩島津や、出羽米沢藩上杉家の墓所として知られる。三号は、釈迦が六年間続けた苦行を中断して目浴し、スジャータに父が湯を施されたというガンジス川支流、ナイランャナー川に由来する。江戸時代前期に、美野国府は軍関ヶ原宿出身の総指導部なが 麻布桜田町に営んだ東北安を起源とする。東北安の起立年代は定かではないが、加減は、道教絵館が東北安で出家したという万事三年、上限は、指導部難が江戸に出た年代であり諸説あるものの、仮に、女王三年説を取ると、起立は、明暦の大化前後と考えられる。漢文七年、部難の門人により東北安は、 前賀山東北寺へと発展した。無難はその初代住職となることを壊れたが辞退し、自身の皇帝同郷江丹は、信濃国にあったため、愚道和妻まこと門下で、無難の弟弟子にあたる、同天衛水が三田から呼び寄せられ、東北寺一世となった。無難は別院に住み、遠方二年小石川と先町に独立して、世を構えた。元禄9年3月、自社の許可を得て、 豊島郡下渋谷村湯、島根製院寮、同時茅屋敷地の現在地に移転した。延長3年、火災で、仮乱が全焼し、四世無安によって再建されたが、高齢のため目が行き届かず、工事がずさんで間取りも不便をきたしていた。後世には同じく同点混流の入間郡上府、村田福次より、助岳が呼ばれ就任し、改め立てを検討したが、多病により果たせなかった。 明和7年7月、六世中三当所の下、白木屋、大村彦太郎へ明を接しとし、出羽屋、村尾義上門監督の下、改め立てされた。なお、大村彦太郎は在京のため、同店の桐山黒衛門、大谷サブロベ馬ババゲン清水ゴロベ衛がことに当たった。この時かや武きから、瓦原ぶきとなった。明治時代には、 豊玉郡渋谷町大和座市も渋谷在豊分、昭和に永住町に属した。明治以降は、周囲の市街化が進んだが、門前の通りが、明治通りのルートから外れたため、歓声な面向きを止めた。平成13年、建物の老朽化に伴い山門も含めて、新築された。古くは、指導部難に直接教えたでは米沢藩三代藩主、上杉定勝。 川室前院、三女梅霊院や、新家能人や、壺内家貞等の墓がある。明治には、日向佐渡原藩島津家の菩提寺となり、最後の藩主、島津忠広、長男島津忠明、三男、島津慶次郎等が眠る。越後村上藩藩主等の墓もあったが、平成元年地元村上市三津理事に改装された。指導部難と親戚関係にある。 白木屋大村家からはたびたび援助を受けており、白木屋関係者や昭和7年火災の犠牲者の墓がある。その他、大同寺友山、下、曽根新厚氏の墓がある。ありがとうございます。